FF7 のイベントの今日プラスプラスをやっていきたいと思います。ね、メンバーはこんな感じで、まあ、クラウドとザックスに頑張ってもらいます。フレンドさんとしての鉄壁をお借りします。まあ、エアリスのね、回復もあるし、7機の、バフとね、エイストもあるんで、まあ、これでいけるでしょうと。で、まあ、いつもね、セブン行くときは、指導をね、連れてくるけど、7機の攻撃力チューアップと、ザックスの、ラッキースターがあればね、いけると思うんで。これの、この演出すごくいいと思う。超必殺かな？岩がね、すごい、なんか、えっていう、あれだったんで。ラッキースター入れなくてもカーストしてる気がするけどね、クラウド。1にされてもっていうところだよね。すぐ回復しちゃえば。さあどうだろう。いいね、強い。ザックスもそこそこ出るでしょ。エアリスバーストをやって使える。動画的には初めて。この演出がすごい好き。セブンの必殺技は、なんであんな気分が狙うの？いいのが多いね、演出が。いや、終わりそう。終わりそう。終わっちゃった。結構何秒今、やば、3分ちょっとだよ。これはまあセブンはね、武器がほんと揃ってるっていうのもあるけど、それでも優しい気がするな、いつもより。はい、次のメツプラスがきつくて、個人的に雷なんだよね、武弱が。なんで、かつなんか、すごいダメージ与えないと、嫌な攻撃してくるよみたいな感じっぽいから。セブンパーティーじゃ厳しいよね。だから雷パーティーを組まなきゃっていう、はい、ところがきついかもしれない。はい、じゃあ、次はメツプラスやっていきたいと思います。はい、それでは今回終わりたいと思います。バイバイ。